はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、バランスボールを使って腰の悪い人でもできる背筋を紹介しようと思います。腰が悪い人はですね、やはり腹筋と背筋のバランスが悪くてですね、腰を痛める方が多いです。あとは腰をしっかりね取らない、腰の筋肉を収縮させないことによって固まってしまってですね、腰痛、痛みを生じるという感じになります。なので今回はね、このバランスボールを使ってですね、誰でも簡単にできる背筋の方法紹介します。では行きましょう。はい、壁を使います。壁に足をついてですね、ボールをお腹あたりに置いて膝を浮かせます。でこのままですね、背筋が弱い人は手を前に置いてください。このまま前かがみになったら反ります。前にかがんだら反ります。ゆっくりです。でまずはですね、ボール少し前側に置いてですね、初めを行ってください。前側に置いた方が少し楽に体を起こせます。こういう感じです。こういう感じです。で慣れた方はですね、ボールの位置をもう少し手前にしたら負荷が上がります。で可動域も増えますので、しっかり背筋ができます。こっからですね、ぐーっとぐーっと背筋することができます。こういう感じです。背筋ってですね、なかなか誰かが足持ってくれてないとできなかったりするんですが、これだと壁を使ってですね、あとはバランスボールを使ってやるので、しっかり可動域がね広がりますんで、床でやる背筋よりも結構早くね背筋にしっかり効きます。ということで、ぜひ頑張ってみてください。